は。はい、はい、皆さんこんばんは、今日はですね、いつものこのクソ素晴らしき世界で言うと51回目なんですが、実は今日から、私がこの愛してるねクラウディっていうアパレルブランドをやられている、堂谷優斗さんと新しいシリーズ曇り時々強い個人っていうね、非常に語呂が悪いこのタイトルで、いやいやいや、新シリーズを始めさせていただこうと思っております、はい、拍手ありがとうございます。え、うるさいよ、嬉しいちょっとなんか緊張されてるみたいな、いやもうね、ようやく呼んでくれたかとこのスタジオに、うん、本当に待ってましたよ、本当に。去年の、はい、去年7月でしたっけね。そうなんですよ、やっぱり去年の7月、はい、あのここ放送終わって、はい、あのいろんなお声いただいてですね、はい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 、はい、あの叱咤激励から黄色い声援まで来ました。黄色い声援いただきました。そしたらまたすぐこれ呼んでいただけるのかなと思って約1年経ちましたね本当にすいません。いやだからね、あのどういうふうにただただお呼びするのはちょっとさすがに、ほら何でしたっけ、ベストヌーディスト賞でしたっけ、いやいや撮ってたじゃないですか。誰が全裸になったのよいやでもスーツ、あ、ベストスーツ賞みたいの撮ってたじゃないですか。いただきました、本当にそういうのも含めて、はい、すごい大活躍なので、いやまあ、こんなとこにお呼びするのも、忙しいかなと思って。いや、とんでもございません。大丈夫ですか、ようやく呼んでいただきました。なんかね、はい、その前回ここにあの私の配信に来ていただいた時に、はい、あのハイギュアブラザーズとかっていう風に一世を風靡した。いやいやはい。風靡もしてないし、ね、そう、あの過去形でもなく今もね、はい、今日も生え際はきっちりされてて、もうね、今日本当にね、生え際だけはきっちりしようと、もう揺るがない生え際を用意してまいりました。いやいや、そんな皆さんこれお気づきでしょうけど、あ、こいつ いつもより4倍塗ってんなハードジェルっていう。揺るぎない、見てくださいよ、もう揺るぎない、全く揺るがないですよ、用意してきた。まあ僕もね、だからまあそれなりに、いや、ナチュラル揺るがないできました、今日は。まあまあ、あのそこのところはやっぱ納得はいってないですけどね、はい、いやでもすごい、はい、あれ以来生え際がどうとかっていう話をすごいされて、うん、僕はもうだからちょっとされました、はい、あ、されてます。僕はもうあの生え際の方ですよねって店頭で7回ぐらいあとあれですよね、あの間違ってタモさんって呼ばれる時もすごい増えたって言ってましたよね。これ取っといて。いや、それは間違ってない、切り替えてないから映ってなかったよ。もうちょっと切り替えそうね、みんなほらあのすごいですよ、生え際男とかもうすでに、いや嬉しいですね、ほんとに、はい、今日はもう皆さんの堂谷の矢もちゃんとね、あれストーンさん、あれストーンさんはこの間もなんか堂谷さんの矢が三つになってる。ちょストーンさん、この前も間違えてたよ。いやいや、これあの別にあのあれなんですよ、うん、今日から学んでいただければ嬉しいです。そうですね、堂谷の矢は二水にムー書いて口、はい、明治の字が二水こっち見て、間違えたこっち見て、二水にムー書いて口、うん、これで覚えてくださいですね、はい、堂谷の矢です、本当に堂谷さんね、はい、で、なんで今日2人でこういうの始めようかと、はい、思ったかというと、まあ全然我々ほらあの立場というか、あの、はい、仕事も違うし、全く違いますね、業種は、はい、で、まあ生え際だけはねきっちりしてるっていうのはもちろん共通ではあるんですけど、あ、そうですね、でもその、うん、法律家で、それでアパレルで、まあ、はい、両方とも起業家っていうのはありますけども、はい、この前もねちょっとお話ししてる時もそうでしたけど、うん、まあ、ちょっと倉持の話難しいぞと、ね、そうなんですよ、単語が分かんねえぞと。そうなんですよ、この間の放送もね、僕何回止めようと思ったか止めてください、どういう意味ですかそれっていうことがちょっと多すぎまして、やっぱり、はい、で一人で、あ、これみんな視聴者の方はきっと倉持さんのお言葉一つ一つも理解されてやってらっしゃるのかなと思って、うん、恥ずかしくて聞き返せなかったんです僕。本当ですか、今日はね、うん、お許しいただいてるんで、そう、どんどん止めてくださいっていうのもそうだし、はい、
ちょっとね、そういう小難しい、うん、な僕は、ね、いつもね、憲法だとか、はい、法の支配だのとかね、はい、違憲審査権の、はい、そういうのばっかりやってるわけですよ。だもうちょっとラフに、堂屋さんと、うん、あの今のこの身近なこう生きていく上で、はい、いろいろ僕らが直面していく問題とか、はいはい、テーマとか、はい、そういうのをこうもうちょっとラフな感じで、いや、ね、そうなんですよ、話しながら、はい、これね、分からないことを分からないと言える大人って僕、うん、いいなと思ってるんで、うんうん、これはどんどん皆さん、分からないことは僕分からないんでちょっとって言いますんで、はい、皆さんあの視聴者の皆さんと同じ目線になって、うん、倉持さんの、柔らかいお言葉にどんどん変えていくっていうような作業に、はい、ありがとうございます。でもなんかこの前打ち合わせの時、はい、あのケインズっていう経済学者が言ってっていうふうに言ったら、はいはいはい、分からないとは言わってなんか、いやもうケインズはね本当にあの何ていうんですかね、よく知ってるというか、うん、まあ何て言うんですか、なんかマルクスとやっぱこうどっこいどっこいみたいなとこあるじゃないですか、はい、ね、いやなんかあいついいやつだよねみたいな。いやケインズすごい、あの趣味がねすごいたくさんあって本当にまあちょっとやめときましょうか、ここら辺にしときましょうかね、ケインズの話ちょっと引っ張っちゃうとあれなんで、そうですそうです、ケインズは本当にここら辺でやめてください。そうなので、そのまああのよりこうカジュアルにラフに、うん、まああのまあ今回はね、その、なんだっけ、社会の泳ぎ方、泳がされ方っていうテーマ、タイトルですよね、はいはい、しましたけども、泳ぎ方、泳がされ方ですからね、うん、まあ具体的にはそういう、まあ、働くってどういうことだろうとか、その入り口の就職活動ってなんだろうみたいな、はい、結構ね、堂屋さんが割とそういう就職活動みたいなところでちょっと私話したいですみたいなのがあったんで、はいはいはい、まあ、まさに今就職活動、はい、真っ只中の学生が世の中たっぷりいらっしゃいますから、ね、そうですよね、うん、それを入っていく前に、あのちょっとスライドって出ますか、あの一番あのね、そうですそうです、はい、はい、これなんでね、このタイトルにしたのかっていうのは、はいはい、まあ、私と堂屋さんの交差点をちょっと考えた時に、うん、あの非常にね、あの、まあ、アパレルブランドこのクラウディですけども、はいはい、のコンセプト、はい、これはなんかこうパリッとなあのおっしゃっていただくことできます。そうですね、あのクラウディというアパレルブランドを私やらせていただいておりまして、はいはい、このアパレルブランドの、メインテーマ、うん、これが、曇りの日をきちんと楽しんで生きる、はい、これがクラウディの、コンセプトになりますね、うん、はい、であのちょっとねさっきのスライドにも書いたんですけど、うんうん、あのこの I'm not perfect っていう、はいはいはい、これはなんていう企画っていうんですかね、はい、こうなんて説明したらいいんですかね。そうですね、あの、まあ、クラウディご存知の方もご存知じゃない方もたくさんいらっしゃると思うので、クラウディどんなブランドなんだろうっていうのを簡単に申し上げますと、要はアフリカ、はい、で雇用を、女性中心に作っていくために生まれたブランドですと、うん、いうことで、まあ、現地に工場を作って現地の、女性たちを中心に雇用をさせてもらって、はい、そこでプロダクトを作って、我々販売をクラウディのブランドとしてしていると、うん、いうところで、ただね、そのまさにI'm not perfect、はい、これあのイベントを私どもやっておりまして、うん、要はですね、まあ、工場でいろいろ作る商品がたくさんあるんですけど、なかなかねこう学校に行ったことない女性、足し算引き算できない女性、うん、たくさんいるんですよ。そういう方がトレーニングの段階でもしっかりと、トレーニングしながら、賃金を得ていくような仕組みを作っていきたいなという中で、どうしてもですね、お客様の手元に届けることのできない A 品じゃないもの、はい、要は B 品ですね。それ何ですか？逆に僕は分かんないです。あ、ありがとうございます、うん、A 品というのはですね、はい、完全に、その商品が、お客様のもとに届けられるような、何一つ不自由ない形で正規品として、はいはいはい、販売しているものを A 品と言います、うん、B 品、例えばちょっと傷がついてる、はい、穴が開いてる、うん、ほつれがある、うん、プリントが曲がっちゃってる、はい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 、そういったお客様に、正規で販売はできない商品、これはアパレル業界では結構廃棄をしてしまうとか、ね、問題につながってしまうんですね、はい、そういったものにも実は価値があって、実はちょっと考え方を変えたら、うん、パーフェクトじゃないけど、うん、これノットパーフェクト、まあ、あのインパーフェクトという言葉を、はい、まあ、通常使いますけど、まあ、完全じゃなくても魅力あるんじゃないの、うん、みたいな、そういうイベントを、やらせていただいておりまして、要は B 品を並べてお客様にお値段を決めていただいて、はい、で買っていただいてそれを全額寄付するというような、うん、まあ、そういったプロジェクトをやったりしている。おなんかあの、ね、この前僕も宮下パークに遊びに行きました、はい、ありがとうございます。ワークショップなんかも、はい、ワークショップはあれどういうことを伝えられているんですか。あれはですね、あの新しいお買い物を楽しんでもらおうと、
お買い物の仕方を楽しむものということで、あの要は現地の、リアルな、ワーカーのお話ですとか、本当はアパレル業界って、こういうことが、表面的に行われているけど、それは実は途上国を苦しめてることになってるんじゃないのみたいな、あのリアリティの話をですね、はい、現場の話をいろいろとさせていただきながら、うん、お客様にもそれを学んでいただいてお買い物を楽しんでもらうみたいな、そういうワークショップですね。そうですよね、はい、だからその、まあ、天気でいうと晴れがまあ一番ね、うん、なんていうか いいように思うし、はいはい、でしかもまあ普通はあのパーフェクトヒューマンっていうねネタがありましたけど、懐かしいじゃないですか。こうでしょう、うん、だってね、本当にもうこの辺でやめますよ、本当にありましたけど、はい、全然もうやらない、ありましたけど、あのパーフェクトの方がそれはいいじゃないですか。そうですね、でもね、 I'm not perfect とかっていう風に、うん、そのちょっとその目指す理想とか人がいいなって、うん、そこにいたいなって思うののちょっと一段、はい、こう引いてっていうか、うん、あの下がって、うん、ちょっとがっかりみたいなところもちゃんと尊重していきたいし、そこをどうやって、うん、あの楽しめるかみたいなコンセプトがすごくあると思うんですよ、うんはいはい、で実はそのこれ強い個人っていうのを挙げたのは、これ難しい話し始めますよ。いいですか、釘刺していきますよ、はい、はい、ね、あの啓蒙思想家みたいなロックとか、ね、啓蒙思想家ね、ルソーとか、はいはいはい、ロックとかルソーはどうですか、あのどんな、そうですね、ロック、まあ、ジャンルの話ではないですね、ないですね、はい、ジャズとかではないです。あ、そうですか、うん、じゃあちょっと一回流しますよ、ねでね、ロックとかルッソーとか聞いたことはちょっとあると思うんですけど、はい、聞いたことあります、はい、ああいう啓蒙思想家たちが、はい、要はその当時っていうのはもう生まれながらにして、うん、まあ、僕こういう例えよく使うんですけど、うん、その普通はねキャンバスに真っ白なやつを渡されて、うん、あなたの人生描いてくださいって言われる、はい、もう僕らそういう感じするじゃないですか。そうですよね、絵を描くときもそうですよね、はい、でも当時の人っていうのはもう絵がほぼ描いてあって、ほう、あなたはまあその続きを描いてください、例えばもう生まれながらに絶対、うん、あの例えば奴隷とかね、うん、生まれながらにまあ何屋さんとか、うんうん、生まれながらにじゃあ逆に言うと貴族とか、はい、もしかしたら王様かも、王の一族かもしれないっていうので、うん、もうほぼ生まれた時にその人の描くべき絵っていうのはもう描かれていて、うん、自分はそこでもう選べないと、うん、でその当時はまあフランス革命なんかもそうですけども、あのお金をね稼ぐ人っていうのがまあ商業主義で出てきたりすると、うん、そういう人たちがお金を持ってるのに権利がない、投票権がないとかっていうので、うん、はい、まあそういうのをこう放棄したりとかもしましたけども、まあ、それで革命がいろんなところでアメリカとかフランスとかであって、うんうん、一回そういうの全部なしにしましょうと、僕らが着てた、はいはいはい、そのいろんな奴隷、はい、封建領主、貴族、聖職者みたいのはもう全部一回なし、もう人種もそうですね、じゃあ描いてた絵をそのまま渡される人生はもうやめましょうと、やめましょうと、全員とりあえずあの真っ白なキャンパスを全員渡されますと、うん、そこに好きな絵を描いてくださいっていう前提に一回もう、うん、あのチェンジしましょうというのが、はい、まあ、あの革命と啓蒙思想だったわけですね。うん、人種、年齢、性別全部関係ない、はいはい、そういうまっさらな個人っていう人たちですね、みんなはと。それインディビデュアルっていうのは、うん、もうこれ法律用語っていうか、まあ、テクニカルタームなわけですよ、うん、それを個人ってあの書いたら一般的なあの個人個人の考えがありますねっていうんじゃなくて、僕らの法律家の中で、はい、個人インディビデュアルっていう場合は、はい、そういう全て その貴族、僕らが抱えてるものを一回置いて、うんうん、全員対等な、はい、人格も対等な個人ですよと、はい、いうふうに設定したわけですね、うん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 、これフィクションですよ、そんなことないから、これ設定ですね、あくまでも、あくまでも設定です、はいはい、でその人たちっていうのはじゃあどういう個人かっていうと、うん、強い個人だってされたんですね、うん、どういう意味かっていうとですね、はい、常に政治のことに関心があり、うん、全然違う立場の人もあのちゃんとその人の話も聞き受け入れ、受け入れ、そして対話をし否定をしない、はい、でちゃんとあの選挙があれば投票に行き、うん、求められれば政治的意見を表明し、うん、そういう強い個人であれっていう、まあ、あの設定をされたわけですね。なかなか設定高めですねそうなんですよ、はい、そうなんです、本当に設定が高めすぎて、はい、で実はまあその設定でみんな対等だよねと、そういう強い個人が、うんうん、常にあの議論を熟議をしながら民主主義っていうのを、うん、あの発展させていくんだっていう、まあ、だから民主主義って言った時の私とか私たちっていう主語はその強い個人なんですよ、うんうん、そんな無理じゃないですか。で
特にそうやってその、まあ、あの私もね、鍵括弧で入っちゃうかもしれないですけど、うんうん、そういうエリート、うん、リベラルみたいな人たちっていうのは、うんうん、それがとてもいいことだと、はい、これを世界中に推し進めれば、うん、強い個人だらけになって、うん、この国は戦争もないし、うん、人のことも否定しないし、うん、そういう社会になるのだっていう確信をもとに、うんうん、その後もずっとそのいわゆるリベラルデモクラシーって僕らも日本もそういう社会だというふうに言われてますけど、はい、自由で民主的な社会を世界中に波及させればこの国、あの世界は平和になるし豊かになるんだっていうことで、うんうん、しかも一応、うん、あの土屋さんがよく知ってる、ね、マルクス、はいはい、マルクス、はい、よく知ってるマルクスのね、例えば共産主義っていうのがありました、うんうん、でそれを目指すためにロシア革命っていうのが、うん、起きました。まあ、ロシア革命もよくご存知だと思いますけど、はい、あの非常に関心を持って、はい、あの軽視してました、はい、すいませんいいですね、関心を持ちつつ軽視すると、軽視してました、すいません。でその共産主義にも まあ、あとはその後ファシズムね、ナチスが出てきたりとか、でそういうのも全部勝ったわけです、リベラルデモクラシー、うん、で冷戦になりました戦後、はい、でその社会主義と西側と東側に分かれて戦いましたと、うん、それもリベラルデモクラシーが勝ちました、はい、で冷戦が崩壊してソ連が崩壊して、はいはい、1989年に東西ドイツも統一し、うん、その時フランシス福山、フランシス福山はどうですか。フランシス福山はね、すごくいい曲を出す人ではないですね。正治じゃねえよ。そうですね。で絶対そう来ると思ったけど、ありがとうございます、はい、絶対そう来ると思いましたけど、はい、フランシス福山っていう政治学者が、はい、歴史の終わりっていう本、論文を書いたんです、本を、はいはい、でそれでリベラルデモクラシーも勝利したと、うん、これで、でもこれで世界中がリベラルデモクラシーの果実をみんなでこう取っていって、うん、平和で戦争もない、はい、もう世界中が民主的なあれになるんだと言って、うん、今どうですか、トランプが出て、うん、イギリスがブレグジットで EU を離脱し、はい、そしてプーチンがウクライナに、国際法を守らず、まあ、蹂躙し侵攻してると、うんうん、これ何がそうなってるのかなっていうと、うん、設定高すぎたんですよ、リベラルな、リベラルデモクラシーの主語で僕その当時設定した強い個人ってフィクションすぎたんですね、うん、でなんとなく頭のいい人たちはリベラルっていいよねと、うん、やっぱ そこの理想に、うん、高骨としてね、ふわーっと、はい、あそこを目指していれば社会が良くなるんだと思ってたけど、うんうん、そうみんながそう思って、そういうエリートたちがそこを見てる間に、例えばアメリカだったらその白人の労働者たちが職を失い、ラストベルトと言われるところで、中間層って言われてた人たちがどんどん没落し、うんうんうん、でじゃあそういう人たちは何に煽られたかっていうと、移民のせいだとかね、うんでまあ、そういうその敵を作り出すわけですよ、うん、で自分たちは全然強い個人でも何でもなくて、うん、むしろその弱い生身の人間だったわけですよね、うんうん、でだからその理想とその現実のギャップっていうのを、うん、ある種知識人とかそういうリベラルデモクラシーはいいよねって言ってた人たちが無視し続けてきたから、ボロ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 そこからこぼれちゃった人たちのこの不安、不満、怒りっていうものを集約していったのはポピュリズムだったわけです、トランプとかね、イギリスのブレグジットの時もそうでした、はいはい、でこれをどうにか見直したりしないと、うん、今結局こうやってまた中国とかロシア、プーチンっていうものと、うん、じゃあその NATO とかアメリカみたいな陣営がなんとなく戦ってる風になってますよね、うんうん、で例えばその香港がああいう風に中国に、まあ、警察官にバンバンその若者も叩かれてみたいな、はいはいはい、今やもう民主派の人たちはみんな逮捕されてっていうような、うんうん、あの法律ですよ、国家安全法っていう、うん、その要はああいうことをできるようにしちゃった、うん、もうそれこそ法の支配が何もないような法律を作った時に、はい、民主的な国々は反対したわけです、声明を出したんですけど、うん、それよりも権威主義的な国の方が多かったんです、賛成した方が。へー、なんかそんなイメージないじゃないですか、日本に来てると全然ない、もうアメリカがいて、その欧米、ヨーロッパがあってっていうと、うん、なんとなくそっちの方が、うん、オセロでいうと多そうな気がしますけど、でも全然そうじゃない社会に実はなり始めていて、つまり僕らがその掲げていたその個人とか強い個人みたいな話っていうのはフィクションすぎて、もう何も救えないし、この社会を全然規定できない、うん、もうちょっと生身の弱い個人を見なきゃいけないし、うん、でそれが実はそのクラウディのコンセプトにつながっていくわけです。あらま、はい、だ常に晴れとかね、パーフェクト、うん、ヒューマンなわけですよ、うん、強い個人、いやそうじゃないと、そうじゃないとね、I'm not perfect でも、うん、
いいとか、うん、クラウディ曇りでもどうしていくんだみたいなところで、うんうん、僕はだからその自分があのそういうリベラルデモクラシーみたいなことを考えて強い個人って嘘だよなとか思いながら、うんうん、っていう時に土屋さんのこのクラウディと出会い、はい、あ曇りのね、それあるよねみんなと、うん、そういう時のその僕らの生身の弱い人間の、はい、そういうところを見つめていかないと、うん、結局この一回そのあのフルーツバスケットみたいに、うん、あのシャッフルして僕らの考え方を、うん、はい、っていう時にどういう視点があるのかなと思ったら、そういう I'm not perfect とかクラウディっていうのは僕にすごく視点を提供してくれたんですよ、ね、あ、なんとこれよかったそう、もうね、倉持さんのねこの流れの中でね、うん、こうやっぱ聞き入ってしまう部分もあるんですけど、はい、まあその曇りとあの曇りの日をきちんと楽しんで生きるの僕らのコンセプトに今回このテーマをくっつけていただいて、はい、なんかその晴れない部分、うん、これ皆さんもお持ちだと思うんですよ、はい、僕らも含めて、うん、なんかそういうのって一個一個完璧にしなきゃいけないとか思いすぎちゃってる部分もきっとあると思うんで、うん、そうですね、なんかそういうところを、うん、なんかこう問題意識を解決していけるようなお話も少ししていったらいいなと、うん、そうですね、思ってるんですけど、はい、どうもねやっぱり憎悪のねこれがねあの説得力をねちょっとね損なうんですよね。そうこれ、はい、ね、これすごい可愛いんですよ。今日は僕は裁判所にもこれで行ったんですよ、はい、はい、お花ね、これね、あのたまにあの裁判所にいらっしゃる方に僕あの連絡いただくんですけど言ってましたね、今日も T シャツ着てるやついたぞって僕あの月曜日、先週月曜日のグローバルダイニングの判決の時も、はい、クラウディの雲の、いやいや、さすがじゃないですか、曇りの日でも時短命令は違法、いやモンスーンカフェの、フォー大好きということで軽すぎてちょっと失礼になりかけたんで、いやすいません、失礼しました。はい、行きましょう。で、そういうコンセプトの交差点、はい、要は土屋さんが持っているものとあのこう目指しているいろんな、うん、社会とかコンセプトと僕が問題意識を持ってたものがあの交差するのはこの曇り時々強い個人のタイトルにちょっと、はい、ね、あの語呂悪いけど、いやいや雲強、語呂が悪い分、うん、内容をしっかり、いや悪いって言っちゃってんだよ、はい、雲強ですからね、略して雲強、あ、雲強、うん、曇り時々強い個人で雲強、雲強ね、うん、雲強でいきましょう。いやいやいや、ほんと訳すの好きですねすいません、ほんとに、はい、でね、あとそう、次のスライドいけます。まあ今みたいな感じで、うん、倉持ちの堅苦しくて難しくて気が重くなる話なし、これできます、できますよ、なしにできるんですか、うん、皆さん聞きましたね、今のところだってちょっと大丈夫でしょ。いや序盤もかなり長かったですけどねディモクラシーの話のところ、確かに ね、 もうね、ごめん、倉持ち節が出ちゃってますよ、ごめん、もう T シャツ弁護士略して T 弁って言われてる、もう略しちゃってT 弁はなかなかの訳し方ですよね、ですよね、はい、うん、そうね。でこの2個目、はい、であえて日々を受ける生きる上でぶち当たる身近なテーマに、はい、どうや言うとは、すべて答えを出します。すべて。いや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 、これは重荷ですが、やりましょう、うん、そう、あれです。でも一緒に出してくれるんですよね。一緒に出ますよ、はい、もちろん。お願いします。なんかあの、下にいるけど入れない話。あ、話してもいいですか、はい、はい、いいです、いいです。で、あえてなんで答えを出すっていうところにフォーカスしたかっていうと、うん、最後に答えを毎回出すってことですよね。そうです、はい、毎回出します。で僕はね実はこの答えを出すっていうことがあまりいいと思ってないあらです実は。ちょ、答えを出すと言った後に、うん、いいと思ってない、そうだからもうやめたい、やめたい、おい違くて、おい違くて、すいません突っ込んでるとこ時に、おい絶対だけ映っちゃって本当にもうそう、切り替え切り替えね。僕はなんでこれ問題だと思ってるかっていうと、結局これもね自分の配信でも結構よく言ってんですけど、はい、日々、うん、ものすごく短期的に正解を出させる、出させられることを僕ら強いられてると思うんですよ日々。
まあ振り返るとまあ日々そうですね、はい、はい、もう小学生の時もそうだし、うんうん、もう家にいてもそうだし、うんうん、特に日本社会ってそういう傾向が強いなと思って、うん、僕はあの塾の先生で、うん、やってた時に、うん、国語の問題とかで、はい、例えば300字で論じなさいとかあるじゃないですか。ありますね。したらね、まず生徒が何言うかって模範解答を書いて先生って言うんですよ。で、一言一句書くわけ。いい先生ですね。先生、僕はあれですよ、書きませんよ。そこで怒るわけですよ、はいはいはい、で世の中ぶち当たる問題なんてほとんど正解なんかないわけですよ。あ、じゃあ先生、じゃあ模範解答書いてよって生徒が言ったら、そう、ちょっと待てと、はい、それぞれ全員間違えていいからお前ら考えてること書いてみろと、うん、で特にそのなんとなく今もね、課題解決型とか、うんうんうん、答えを出すことが良しとされてるし、はい、でもそれにこうあまりに若者特にね、こう強いられてるがゆえに、うん、こう安易な、まあ、後でちょっと話が出るかもしれないんですけど、はいはい、この場面で自分がそう思ってるかどうかは別として、うん、こういうのが正解だろうなっていうことを言う人がすごく僕は多くなってきてると思うんですよ。ああ、もうこれはもう今日一の同意ですね、これは。ですよね。はい、だからそう、まあ、これもね、この後出てくるかもしれませんけど、うん、そういうのの、なんでそうなっちゃってるのかなっていうの一番の原因は、やっぱりこの正解主義。はい、今の答えを出すっていうことが、うん、中身は別として答えらしきものをどれだけ早く出せるかっていうことを、うんうん、はい、うん、僕らはその、やらされ続けてきた。それだから僕はその答えを出すとか、うん、正解を言うみたいなことっていうのは、うんうん、あんまり好きじゃないですね。特にまあ堂屋さんもどっちかっていうと文系でしょ。まあどっちかといえばですよ、本当に。このスタジオで今笑いが起きることはおかしいんですよ、本当に。今日一応ゲストですからね、僕ね。いや、もうあれですよ、もうダブル MC だから。何言ってんの。あ、自覚が足りませんでしたね。自覚足りないよ。いや、申し訳ない。共同 MC だから。そうですよね、うん、いや、バラエティ番組でスタジオから笑いが出るってこんな幸せなことないですか、ね、いや、そうです、そうです。今バラエティ番組って言っちゃったんですから。すいません、本当にね、失礼しました。何の話してましたっけ。だから結局その答えを出そうとしすぎてる、うん、そう、出させさ正解というものを出させられて生きてきてるぞと、うん、でだから僕はそういうのを拒否すべきだと言ってるけども、はいはい、だからこそあえて、うんうん、答えを出してみようかなと。なるほど、うん、そういう思考を自分で逆にしてみようかなと。毎回これはいいですよ。逆の立場になって考えようってことですね。うん、そうです、そうです。すごくいいですね。毎回やってみようということですね、はい、で今日は、うん、まあ、もう結構ね、倉持の話は長かったんですいません。そうなんですよ、はい、倉持さん本当話長いんですよね。でそう、ちょっとね長くなっちゃったんだけど、次のスライドあります、はい、今日はですね、まあ、堂屋さんの一番の、今日の話したいポイントは、まあ、就活をね、うん、テーマにいろいろお話をしていただけるっていうことだったんですが、うん、まあ、うん、もうちょっと広げて、うん、働く、うん、っていうことを、はい、まあ、我々本当にほら寝てる以外はほぼ働いてるし、はい、これまでこの配信でやったんですけど、日本人ってやっぱ働いてる時間長いんですよ。うん、働いてる時間がものすごく長いのに、全然そのあんまこの言葉も好きじゃないけど、生産性がね良くないって言われていて、その GDP が3分の2ぐらいのドイツと大体同じみたいな、うん、いうことになっちゃってるというので、なんかこう働くっていうことの意味がどういうところにあるのかなっていうのも、うんうんうん、まあ、我々一応働いてるんでね、はい、自分たちが今働いてるっていうこと で、うん、でしかも どっちかっていうとちょっとイレギュラーじゃないですか我々、うん、そうですね、はい、まあ、経営者という立場もありますし、はい、まあ、見てくれもイレギュラーですし、そうですね、はい、なんかすげえだってね、ヒゲとかも、はい、生えてますもんね。そうですね、まあ、これはイレギュラーというか、まあ、自然現象といいますか生えてること自体は、ね、寝苦しいと思ってらっしゃる方は申し訳ないです、うん、すいません、うん、はい、いいですよ。それでなのでこの働くということと、この就活ということと、はい、これ就活だけ聞くとなんか学生の今日授業かみたいになるんで、うん、そうじゃないですよ、うん、だからね、働くということ、何のためにやってんだっていうところと就活というと、そうです、そうです。で、あと社会人として、はい、社会人とはみたいなところですよね、うん、これをどう、切っていくかみたいな、ね、そうそうそう。でよくね、社会人経験なんて言葉もあったりするじゃないですか。ありますよ。社会人経験を経てないからあの人はダメなんだとかね。何を言っちゃってるんだっつって、本当にもう急にそこはなんかどうしたんですか。なんかね、その社会人経験、まあ、うん、新卒採用とか、うん、言葉のね、うん、このなんか固定概念ね、
そこから良くないですね。はい。で、まあ、働くっていうことに、まあ、今日は焦点を当てていきたいと思うんですけど、堂屋さんはまあその働くの入り口としての就職活動っていうのはまあ、あるじゃないですか。はい、でその就職活動のやっぱ就活モンスターだって、いや、まあ、ぶっちゃけモンスターというか、人一倍時間をかけました、やっぱり。あ、うん、で、用意して臨んだし、いろんな経験させてもらったというか、うん、まあ、人生で一番成長した瞬間だったかなという記憶がありますね。はい、それどんな、逆に言うとちょっと堂屋さんね、経験を聞いていきたいんですよ。はいはい、どういうね、一体その学生時代、うんうん、だってなんすか、そのマスコミをね、最初志望されてたりとか、でも結局、何でしたっけ、あのエポックだっけ、どこ行ったんでしたっけ。いや、誰がエポックやねん。おい、好きだけどもエポックも。どこでしたっけ、僕が今新卒でゴールドマンサックスですよね、証券というところに入りましたけど、はい、はい、だその なんでそういう経緯で、うんうん、どういうふうに、だってマスコミ目指してたんでしょ。そうですね、だもう本当にテレビが僕大好きなんですよ。はい、でもうテレビでバラエティ作りたい、うん、もう笑ってほしい、もうそれだと思って、うん、ただ一番、就職活動の中で早い試験が、はい、アナウンサー試験があるんですよ。うんうんうん、でもテレビの練習だと思って。それいつですか大体。もうね、夏、何年、3年生の夏にはもうそれアナウンサー試験も内定者出てましたね。おー、はい、当時は、はいはいはい、で僕は某フジテレビのアナウンサー試験を言っちゃってるよ、はい、うん、受けたんだ、して、はいはい、でも記念受験だなんて思ってたんですけど、やっぱこう負けん気が出てきちゃってですね、はい、うん、どんどん進んでいくと、はい、なんかこう勝ちたいなみたいになってきちゃって、うんうんうん、結局最終で落ちるんですけど。あ、落ちた、はい、最後当時榎並っていう、ああ、はいはいはい、今もね、今ねフジテレビで、はい、夕方の、番組に同期の加藤さんと一緒に出てますけど、はい、彼が内定して、はい、僕が落とされるっていう、はい、これは非常に悔しい思いもしましたけど、はい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 、だ当時やっぱりまあそのいい経験があったからこそ次のまあテレビ局、うん、制作に受けようっていうところ で、うん、で最終的に日本テレビに内定いただくというのが僕の就職活動の最初のアクションですね。言っちゃってますけど大丈夫ですか。大丈夫です、この情報は、はいはい、日本テレビに内定をもらっていた、はい、アナウンサーとして。あ、違います、制作です。あ、はい、でそもそもやっぱそれはもう大学の時にテレビが好きだったから、はい、学部どちらでしたっけ。僕は経済学部。あ、だからケインズとか詳しいんだ。そうなんですよね、やっぱこう毎日触れ合ってたというか、うん、ケインズと共に過ごしたキャンパスライフみたいなところがあるん で、 で次にですね、はい、その時にね、内定をもらった後にもうこれで終わったなと思ったんですけど、やっぱ社会をこれだけ見れるチャンスって就職活動の時しかなかなかないなと思って、じゃあもうちょっと就職活動続けてみようかなと、うん、でも当時就職活動しちゃいけないとかっていうルールもいろいろあったりして、ありましたね、内定すると、うん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 、なんですけどそれをちょっと破ってしまって、うん、みんながなんかこうざわついてる会社が一個あったんですよ、はい、なんかこれすげえらしいぞ、やべえらしいぞみたいな、それが僕が内定したのゴールドマンサックスっていう会社なんですけど、締め切り1日前ぐらいにエントリーシート出して、でそこからまあなんか試験を受けて、これがまたね、英語の試験がないんです。算数と国語だけ。本当に？当時。だから受かったんでしょうね、多分ね。うん、その対策とかどうやってたんですか、そもそも。これがまたテストセンターっていうのがあるんですよ。うん、これでわかるテストセンターっていう本がありまして、はい、これをですね、7往復やりました。それでできるようになっちゃったんだ。当時アメフトやってて、僕は手術をしたんで、うん、病室生活がちょっと10日ぐらいあったんですよ、はい、その時7往復してやりましたね、うん、これだからできたんですよ。あ、はい、でまあ、その後に合同面接、合同ディスカッションみたいなのがあって、うん、人生とはとかいうかのみんなで話して、はい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 、その後で合同面接です、うん、6人ぐらい並べて3人面接会って、うん、はいはい、でこの学ラン僕だけなんですよね、みんななんかすごい経歴の人たちで自己紹介して、じゃあこの中で算数得意なやつ、数学得意なやつ、基本的に何か聞かれたらすぐ手を挙げるみたいな、はい、そういうのはもう体に染み付いてるんで、うん、で手を挙げたら君は違うよねって言われて待ってくださいみたいな、うん、でもじゃあ君まあ得意だって言うから、じゃあ2つサイコロありますと、コロコロって振る、出た目の和が一番出る可能性がある数何だと思いますか、うん、
ちょっと待って、5です。うん。ほうほう。なんか違う答えをの考えのある人って言ってる。普通全員他の人は手挙げて、うん、みんな7です、7です、7です、7です。7の人たちだと思って、ドヤ君どうするって言って、うん、いや僕5で生かしてくださいと、もう絶対5です、変えなくていいの5です、うん、なんで5なのと言われた時に、僕はサイコロを振る時に可能性とかで振ったことはないですと基本的には大好きな数字をいつも描いて振りますと、はいはい、なので5です、うん、って言ったんですね。面接官は大爆笑してくれましたが、はい、同じ立場の学生、なんだこいつみたいなそんな就職活動だったんですね、うん、ただそれは僕の培ってきた、テレビ局の面接で培ってきた他のやつと同じこと言ったってしょうがないだろうと、うん、でそこにまさに正解、はい、まあ、さっきありましたけど、まあ、正解って、うん、まあ、可能性って言われちゃってるんで正解は正解なんですけど、うん、いろんな答えがあっていいんじゃないかっていうところが、僕の面接というか就職活動で一番僕がまあ学んだことで、うん、まあ、そこから個人面接を70回経て、おお、70回、そうです、2つの部署を受けて、個人面接は全員部署の人たち全員と面接をして丸がもらえたら内定なんですよね。で僕は2つの部署をピックアップされて、1個の部署20人受けて最後の1人で落ちちゃったんですよ。うん、もう一個の人50人とって、ね、50人面接して内定をいただいたって感じです、ね、すごい、はい、その今聞いてて思ったんですけど、はい、日本ってもう多分そのまだ土屋さんとか僕らの世代って言ったって、うん、まあそんなね、うん、今の就活してる人たちと10、まあ、15年から20年ぐらいしか変わんない、うん、まだまだ近い方だと思うけど、それでもその時代ってまだそうやってちょっとはっちゃけられるみたいなね、うん、ところが残ってたかもしれないけど、うん、はい、このその国ってこのコロナ禍を見てても、うん、もうみんなとにかく同調するじゃないですか、はい、一緒に、まあ、リクルートスーツ問題なんかもよく言われることですけど、そのとにかく同じにいるっていうことが美徳っていうか、もうそっちに合わせた方がいいんじゃないかっていうことが、よりこの3年で強まったと思うんですよね。右向け右問題ですね、これ。そう、はい、その、なんていうのかな、同調しないマインドっていうのを、どうやゆうとは、うん、一体どうやって、どうやゆうとはどうやって、はい、あれしたんですか。そうですね、獲得したんですか。どういうとか、どうやってってところで言うと、僕は就職活動で、はい、あなたを一言で言うとっていう、うん、項目があって、うん、これでどうやって書いてあるんですよしかもどうやをめちゃくちゃでかい文字でもう枠からはみ出ちゃったんですで就職活動の時、枠からはみ出ないように書いてって言われてさらっと言われちゃって、あ、すいませんみたいな感じだったんですけど、まあ、とにかくなんか今も多分倉持さんも社会に出てからも面接とか学生の面接とか採用いっぱいされたと思いますし、はいはい、僕もたくさんさせていただいてたと思うんですけど、ほぼほぼ学生が言ってることってもうなんか10通りぐらいで、うん、なんかもう網羅されてるような回答しかないじゃないですか。そうですね、うん、もう話し始めたら大体パターン A から E のどこに行くかってもう分かりますよ、分かりますよね。しかも今もちょっと止めてと、うん、その後俺も言えるからっていうやつそうあっみたいになりますよ本当ね。いやだから本当に何が言いたいかというと、本当にみんな同じようなこと言ってるんですよ、うん、まさにその正解とは何ぞや、こう言った方が正しいんじゃないか、うん、みたいなことがみんな同じ方向に行っちゃってるんですよね、はい、それってあなたの本当に自己分析と呼ばれるようなことをしてきた結果なんだろうか、うん、本当に君がそれ言いたいことなの、うん、本当にその自己分析ってなんか美化されすぎてないみたいな、はいはいはい、っていうことが僕はすごく面接を受けながら自分で感じてた時に、うん、まずやったのは就活本、はいはいはい、これをね破り捨てました。あ、全て正しい、うん、だからもうお作法みたいな書いてあるんですか、はい、まずはこうしてみたいな、うん、バカ野郎と、うん、こんなん全員やってる、こんなお作法やってしょうがないだろうと思ってもう全部捨てましたね、うん、これが僕のファーストステップ。でもね、普通の人だとやっぱりそれで、うん、本当にお作法を守らず、要は最大多数がやってることに近づけばね、はい、みんな、はい、正解だと思ってやってるけど、はいはい、そうじゃない方を取った時に、うん、今のこの日本社会っていうか、うん、その就活なんか特にリスクが高いですよね、基本的には。まあその他からはみ出ますからね、はい、はい、その紙からはみ出ちゃったようにね、はい、はみ出てるわけですよ、はい、でだけどはみ出るけど、うん、それがその、まあ、ハイリスクハイリターンなのか分かりませんけど、うんうん、ハイリターンの方に持っていくノウハウってあるんですか。これは結局面接というのは何の時間なんだという話なんですけど、うんうん、
まあ、あの自分のことを表現する時間であると思うんですよ、はい、みんな勘違いしないでほしいのは発表の場じゃないっていうことなんですよ、うんうんうん、あなたの発表の場所ではないですよっていうことがまず言いたいことで、うんうん、具体的に言うと、具体的に言うと僕にとって面接は面接官を楽しませる時間、うん、要はその人何求めてるかな、あこの人はきっと体育会のこと好きだな、はい、嫌いだな、はいはい、きっとこの人は、うん、鋭い質問を求めてるだろうな、うん、とか、まあ、いろいろこうね初めの1分2分で考えるんですけど、結局じゃあその人が何をね僕の魅力を感じてもらえるかって人それぞれ全員違うじゃないですか、はい、だからそれをいち早く判断できるかどうかっていうのはめちゃくちゃ大事なんで、うん、結局は自分のただ自己満足で発表をする面接はやめましょうって、うん、そういう話です。で、そのね、でもそら、面接官が何を関心があるかとか、はいはい、まあ、僕もそのある種の客商売だし、うんうん、常に人との、コミュニケーションによって結果を出さなきゃいけないわけですよ、うん、はい、例えば証人尋問してたら裁判官がどの点に興味があるかを表情を見て、うん、尋問しながらね、うん、確認して、あ、今食いついたと思ったら、うん、そこを熱くやるとか、うんうんうん、交渉でもそうですね、相手方との交渉でも、うんうん、何に一番、うん、弱点で、はい、どこが一番向こうはむしろアドバンテージを持ってるのかっていうことを、うんうん、本当にこう出し入れし、コミュニケーションを取りながら、はいはい、人によって言葉遣いも変えるし、うんうん、キャラも変えるしぐらいの感じでやるわけですけど、そういうのはどうやって身につけてきたんですか？これはだから、うん、たくさんの人と触れ合うことをしてこない限り、うん、これ難しいですよね。そうっすよね。はい、ということはやっぱそれを怠れば怠るほど、その面接においてこの人は何考えてんだろうって、自分もね他の人と考えてること違うわけなんで、皆さん、うん、だとしたら面接官もみんな違うわけなんで、うん、それをこういち早くね理解できるかどうかって、そのやっぱり経験のパイがないと、うん、それは難しいですよね。ですよね。だからこそ OB 訪問であったりいろんな企業の人たちに会うっていうことは、うん、これはねひたすら続けた方がいいんですよ、これ、うん、絶対的に。だってもういろんな人がいて、いろんな会話がそこで生まれて、で一人一人また変わってくるんで、これは絶対やった方がいい。そういうのが苦手な人は、苦手な人、苦手だからやるんですよ、そんなの、うん、苦手だからやりません、なんてそんなんね、うん、変わってきますよね、そんなんね。そうですね。じゃあ、道屋さんはその時ね、全部失敗してたらどうしてたんですか？これ全部失敗してたら、もしかしたらもう一回自分何やりたいんだろうなっていうのを改めて考えたかもしれないですね、うん、それこそなんだろうな、まあ、さっき新卒採用みたいなのあるじゃないですか、はい、あんのこんなのテレビ局、テレビ好きだから入りたいって思ったけど、入ってみたら全然違ったとかあるじゃないですか、うん、ありますね、うん、だ何を学びたいかみたいな。それこそ最近アメリカのね、大学に入る前に学生たちがこう高校卒業して1年間インターンをして、はい、でそれで自分が本当に将来的に何をやりたいんだみたいなことを意識しながら大学を選んでいくみたいなことってあるじゃないですか、うん、でなんか日本の就職活動もなんか本当に向いてんの合ってんのみたいな、分かるわけないじゃないですか、うん、なのにみんな一生懸命選ぶでしょ、それ向いてるんだみたいな、はい、それで選ぶしかないわけなんで、ただそれってすごくもったいないなって気もして、うん、もっともっとなんか世の中のこと見たり足踏みねして何年か別に経過して、もっともっと新卒採用っていうもののなんかこうなんでしょう、ハードルが下がってくれればもっとなんかいい就職活動なんじゃないかな。そうなんですよね。だからそれも僕もずっと言ってるんですけど、やっぱ新卒一括採用って言われている、まあ、必ず新卒でとにかく就職しないと、うん、採用されない、うん、まあ、その全員 の, その、まあ、ある種の慣習になってるわけで、うんうんうん、それとプラスして年功序列と終身雇用がもうがっちりこの三位一体で、はい、なるべく早く入る、そして終身雇用なんでずっと雇われる、うん、そうするとずっと雇われているので年功序列で年齢に応じてどん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 地位と給料が、まあ、上がっていくとっていう、このがっちりとした三位一体があるので、途中からいきなり40歳のやつが1年目で入りますとかっていうのは会社としても扱いにくいし、うん、あのエレベーターエスカレーターに乗らないから非常に有害なわけですよね、うん、でまあ、ただその反面としてやっぱりその会社の中での生きていく術は身につくんだけど、外に出た時に全然使えない、うん、その会社でなんか総務部とかいろんな 部署を回されて、はいはいはい、いやいやエキスパート作ろうよって話なんだけど、うんうんうん、できるのはその会社で上に行くエキスパートができるんですよ、はいはいはい、
で、それは全部セットになってるっていうことで、うんうんうん、で就職もそうじゃないですか、うん、多分その3年でね、うん、だって4年間勉強とかさ、いろいろ自分の好きなことできるのに、僕は就活しないでロースクールに行きましたから、うん、まだ勉強できてた方ですけど、うんうん、時間があった方ですけど、だってもう就活してたら勉強なんかする時間ないでしょ。まあそうですね全くしてないですね、はい、すまあ、だから算数の勉強してたぐらいでしょ。いや、そうですね、うん、算数だけはしっかりやってきたつもりですけど、うん、だから結局その全部その社会に出る時の新卒一括採用に合わせて全員がドン、うん、用意ドンでスタートして、うん、実は僕らの業界もそうなっちゃってるんですよ、うん、ロースクールっていうのがこれまあ失敗だったと言われて、へえ、そう、もう当初76個あったロースクールは今40個ぐらいになっていて、そんな減ってるんですね。はい、で99% ぐらいが定員割れです。はい、だから全く志望する人も少ないし、はい、でプラスして予備試験っていうのができたんですよ。大検みたいなの分かります？高校卒業してなくても、なくても大学っていうみたいなやつ、予備試験っていうのができたんですよ、司法試験、うん、だからロースクールのルートを通らなくても予備試験に受かってれば司法試験受けれますと、うん、ロースクール行かなくても取れるようになったっていうふうになったんですね、はいはい、その瞬間にもロースクールまあ行く必要ないよねってなるし、うんうん、予備試験を受けるやつの方が優秀だっていう感じになったんで、予備試験を受かって若くして受けてるやつが合格率も高かったんで、うん、今度はこの就職市場、うん、法律事務所たちが予備試験のやつ取るわけですよ。しかも若いやつ、うん、でこれ考えていただきたいんですけど、僕らの職業って、はい、なるべくそれこそさっきの話じゃないけど、人生経験をなるべくしていろんな人と会って、うんうん、人間の負の側面も何もかも見て、うんうん、ならないとやっぱ厳しいわけですよね。いろんなやっぱ人生経験場面を見て人との対話がそこで生まれてのお仕事ですから、ね、はいはいはい、だからそれこそそんな23歳とかでパッと行って、うん、その被疑者のね、70歳の被疑者の人とどうコミュニケーションを取るんだっていうのはなかなか難しいわけですよ。なるべくアメリカのロースクールなんかは平均年齢30歳超えてるし、社会に一回出てからその僕らの職業になるっていうのはあるんだけど、もうどんどんそれがむしろ若年齢化していて、すごいことが起きてますね。そうだから、その社会の就職活動と同じようなルールが、うん、影響を受けちゃっていてですね。で僕なんか URL 送ったのって出ます？モーリー出ます。どっちでか、こっちか、これだ、これ、うん、そうです。これなんだろう。あー苦手ですね、こういう表現あ、そうそうそう、これね、うん、まあこれちょっと皆さんにね、こんな僕らの業界はこんな感じなんですよって知ってほしくて、下のやつがいいかな、この棒グラフっていうのはこれ、はい、はい、これね、合格者数はこの棒グラフですげえ増えてんすよ、はいはい、めっちゃ増えたんすよ。増えてますね。そうなんだけど、うん、一番下の紫と緑を見てください。これね、裁判官と検察官です。僕らの時代2000人ぐらい受かってるんですけど、はい、もう裁判官と検察官になるのは2000人中の60人ずつとかなんですよ。もうこれは完全に横ばいですね。そうなんです。他が増えてる、弁護士がもう飛躍的に増えたんだけど、うん、裁判官と検察官はまあ増えてないと、はい、でしかもこの人たちっていうのは、うん、特にその司法修習って言って司法試験受けた後に僕ら研修所に1年行くんですね、はい、そこで成績が優秀な人であり、うん、そしてリクルーターが来てるんですよ。教官っていう形で検察官とか裁判官が、なるほど、教官と呼ばれてるけど、要は彼らの仕事っていうのはその教えることとともに自分たちの、その島にね、いいやつを引っ張ってこようと、いいやつはいねえかと、そういうことで来てるので、うん、その教官に気に入られないと絶対なれないですね。まあ、成績ももちろん重要なんですけど、成績とともにいかにその教官の近くにいるか、そうです、で気に入られるか、あらららら、はい、犬になれるかっていうことが問われてると。でそうするとね、でしかもこの若くて優秀、まあ鍵括弧優秀な人たちっていうのは裁判官に、うん、とか検察官になると、うんうん、染めやすいよね、上の人たちから。まあそうですよね、うん、だからそれこそ最大のそういう今の日本企業と同じ問題を僕らの業界も抱えていて、うんうん、その、もう一つのあれありますかね、出ます？これ面白い、これ知らなかったんですけど、そうです、これね、ちょっと村田最高裁判所長官代理お答え申し上げ、これ法務委員会なんですよ、令和2年の、はいはい、裁判所としてはできる限りの判事補っていうのは成り立ての人です、
はい、あの1年目から何年かは判事補っていう、判事補っていう、まあ、裁判でも普通に考えて裁判官です、はいはい、の定員の10位に勤めているところでございますけれども、うん、新任判事補の採用数が伸び悩みまして、はい、これ2年前です、はい、その結果として欠員数が高水準となっているところでございますと。なんとこの理由としては裁判官にふさわしい資質能力を備えていることが必須前提になるわけですが、まず前提として判事補の急減となる司法修習修了者の人数自体が減少、まあ受かる人って受ける人も減ってるんで受かる人も減ってるんですよ、うんうん、なのでその全然ね裁判官になりたいっていう人が、うん、あの人数と能力ともに減ってると。この事情は全く知らないですよね。一般市民には分からなかったですね。はい。で、だから僕グローバルダイニングの裁判の時とかも結構言ってるんですけど、やっぱり裁判官に優秀で、うん、そしてそういう社会の事情とかいろんなものを組む人が言ってくんないと困るわけですよ。うんうんうん、そうです、ね。なんだけど5万人受けてた試験が今司法試験3300人しか受けてないです。今年はね。へー。減っちゃっていて、しかもそういうそのどんどん減れば減るほど、うん、ね、就職事情もそうやって、うんうん、あの企業もいい。まあ、事務所もいい人を先に取りたいと思うし、そうですよね、こうやって裁判所もこういう状態になっているので、うんうん、だから本当はさ、昔言われていた問題がどんどん改善するどころか、我々の業界もそうだし、うん、多分このコロナとかも含めて、うん、その一般民間企業とかもそういう問題が、まあ、実は深刻化してんじゃないかなと思ったんですけど、これ結構分野によって拍車かかってとか多そうですね。でもね、あ、そうですか。うん、でどうですか、そのアパレルとか、まあ土屋さんもその採用される方ですけど。そうですね。まあアパレル業界っていうと結局、まあ、今なんか右肩下がりの業界なんじゃないかみたいな言われてますけれども、ね、はい、まあ、消費する数は減ってますし、ただ、うん、やっぱりその消費する人たちのこの上の三角形のこの上の何パーセントかちょっと分かんないですけど、はい、この人たちの消費の、ね、力は増してるんで、うん、結局は全体の消費っていうのはそんなに落ちてないんですよね。あ、そうなんですね、はい、なんか誰が買うんだろうみたいなふうに思っちゃう時はあるんですけどね、うん、そうですよね、うん、ラグジュアリーブランドとかそういったところは非常にあのいい、方向性が出てるっていうのは聞きますけど、真ん中のこのなんとなくちょっと高いなぐらいのブランド、クラウディとか、クラウディはですね、あの志は高いんですけれども、はい、あの商品価格が高いかというとそんなに高くないかなと思いますけれども、そうですね、しかもやっぱりあの そういう寄付とかも含めてこう貢献できてるなっていう思いもあるので、はい、ありがとうございます、はい、ただまあそういった形でアパレル業界をだけを見ると、でもあの大きくその会社がなくなるとか、まあ、ここ数年いろんなことありますし、それこそ今ってあのオンラインで、はい、販売をしているあのブランドも非常に増えている。そうですね、ショップ店舗を減らすっていう方向性もね、はい、たくさん出てる中ではショップ店員さんを減らしている傾向っていうのは結構強いかもしれないですね。うん、なのでアパレルずっとやった方が違う業種に移られるという話はよく、はい、耳にするかなと思いますね。そうですか、はい、そう、結構知らない間に時間結構来てて、はい、あのちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、はい、僕が聞きたかったのは、はい、体育会採用、あ、これね、うん、僕はあの一応体育会出身ということ でアメリカこれもほら日本のやっぱり就職の中で、うん、しかもね、まあ、もちろん女性もいるっちゃいるけど、はいはい、でもやっぱり基本的にはこの男性、うん、社会の、うん、あの理屈じゃないですか、基本的には、それも含めてその体育会採用どう思ってるんですかっていうのは、うん、どうしても今日聞きたかったんですよ。これはですね、あの体育会の立場、体育会出身者の立場からして、はい、あの結論を申し上げると、うん、体育会採用反対。反対、うん、なぜでしょう。これは結局、まあ僕も多分当時は、うん、体育会よっしゃ最高だっつって、うん、俺らに秀でるものはねとかって思ってたんですけど、うん、結局その体育会というものは全員とは申し上げないですけど、うん、同じ志で同じような人種の人間たちが集まって一つの目標に向かって走ってるからこそ何でもクリアできるし、はい、何でも、ね、あの努力できるし、うん、みんなでこう苦しいことも達成していけるっていうのが、うん、まあ、彼らの体育会の良さでもあるんですけど、はい、じゃあ一社会に出た時に、うん、全く違う人種と全く違う方向性といろんなありとあらゆる人たちがそこにいるわけじゃないですか、うん、企業というのはなんか目指してる方向も時に違うし、はい、なんか今までの自分が過ごしてきた人間
ってと全然違うなっていうことって結局は偏った人種だけで固まっていたっていうのが非常に強いと思うんですよね、大会って、はい、故に社会でいろんなことにこう浸透していける能力っていうのは意外と低いんじゃないかなって僕は思ったりするんですね、うん、なので体育会採用の意義というものがもともとはね何でもやりますみたいな、そうですね、上から言われれば、うん、どう腹の中で思っててもやりますっていう、っていうところがきっとあったと思いますけど、それは多分この30年、はい、20年10年どんどん多分その色も変わってきてるだろうし、そう思います、でもめちゃくちゃ思いますよ。あ、そうですか、うん、それはどう変わってきてるんですか。どちらかといえば一人一人の何でしょうね、体育会の子たちのプライドみたいなものも変わってきていて、変化してきていて、何でも頑張ります何でもやりますっていうところから、それってやる必要あるんですかとか、それって僕に必要ですか、うんうん、なんかそういうこう分別を頭ごなしにしてしまう学生も増えてるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、何でもトライしてみろみたいなところから。だとするならば、まあね、分別することも時に大事かもしれませんけれど、何でもチャレンジすることも大事かもしれませんけれど、やっぱりこう柔軟性のある対応ができるような学生っていうものがしっかりとそのいろんな環境においては伸びていくんじゃないかなと思うと、うん、その能力は決して高いとは言えないんじゃないかなというふうに思いますね。でも結構そういう人たちを大量生産してますよね、特に大企業なんかね、うん、それこそまあこう今言った体育会採用があるぐらい、そうですね、ですからお互いだ、ね、ないない程だとかいろいろありますからね、ね、はい、だからそれもちょっと変えていかないといけないし、うん、変わっていかなきゃいけないってことですよね。なんかこう体育会 の出身ですとかってエントリーシート書いてあるけど、もう絶対こいつ体育会の話するなと思ったら、何度体育会の話するじゃないですか、はい、誰よりも努力してみたいな、うんうん、でもうチームでは全員を引っ張ってコミュニケーションをなんとか高めてとか、うん、出れない試合選手たちをとか言っていろいろやるじゃないですか。もう4通りです。4通りは、うん、本当にそうです、うん、でもそれが彼らの中では答えなわけですよね、うん、いや僕逆にね、大会の子たちは大会の話する必要ないと思うんですよ、うん、要はそこで人間の幅を大会って書いてあるんだから、大会の努力する日本一になろうとしてる誰よりも頑張る当たり前じゃないですか、うん、だとしたら全然違う話をした方がいいと思うんですよ、うん、人間の幅をしっかりこう、ね、表現するという意味では、君いろんな場なんかもの持ってるね、いろんななんかこう表情があるねって思ってもらった方が絶対いいわけで、はい、だからもう体育会のやつは体育会の話をしない方がいい。今ね、うん、その道屋さんは採用側としてやっぱそういうその多様な、うん、価値観であるとか、うん、柔軟性とかっていうものを重視してますけど、うん、まだ日本の社会とか企業はそうじゃないっていうことはないですか、うん、要は そういうふうにさっきの話とちょっとつながりますけど、そうじゃない、これでもそうじゃないからこそ、うん、そうじゃない人たちにとって体育会って書いてあるのに体育会の話しなかったら君体育会だよねってなるんですよ。もう聞かせたらこっちのもんでしょ。確かにクエスチョンを持たせるやっぱり回数を多く持たせないと、うん、っていう意味ではそうだからこそ体育会の話をあえてしないっていうのも僕は一つ戦略の、それでも勇気いるよね。うん、いると思います、すごくね、だから僕今日ね、はい、話しててこう最初ですけど今日ね、うんうん、この「雲強」はい、強い個人なんてフィクションだと、うん、そうじゃないこの弱い僕らが曇りの日もどうやって生きていくかって話をしようと思ったら、道屋さん強い個人すぎるわ。いやいやいや、道屋強い個人だったわ。違うんですよ、これ弱いからこそやっぱり他人との差別化を測っていかなきゃいけないって思うんですよ、うん、で不安だから働いちゃうし、うん、不安だから努力しちゃうしみたいなところってあるじゃないですか。ありますね。だから結局どうやってこの人たちに僕は勝たなきゃいけないか、うん、就職活動なんて誰かが受かって誰かが落ちるわけでしょ、はい、ここに並んでる人間が全員受かるわけじゃないじゃないですか、うん、ってことはみんなと同じことをして戦うことって、うん、すげー強い人間がやることだと僕は思っちゃうんですよ。あ、逆にね、逆に、あ、だってその中で同じようなことを言っててこいつだって選んでもらって何かもっとすごくことがないとダメなわけじゃないですか、はい、体育会なんて死ぬほどいるし、うん、じゃあ僕の学校出身者もいっぱいいるし、ね、こんなテカテカ背景をこうやってやってる人もいっぱいいるじゃないですか今いますね。だからこそどう差別化を作っていくかってことって僕はなんか逆に強くない人間だからやってんのかなってすごく思いますけど、うん、あ、
すごい面白いですね、それは。だ確かに、だから差別化されてるのかなと思ったのは、この前も恵比寿のすっごい細い路地で、めちゃくちゃ柄悪いなんか黒のゲレンデがベンツのめっちゃ大音量で音楽流しながら、なんか前のなんかあの宅急便みたいな車をガンガン追ってて、怖いなと思ったら同屋さんでした。そうですね、差別化ですね、それはね。それはやっぱあの他の人とやっぱ全然違いました、もう完全に。中で流れてる音楽にもよりますけれども、はい、最近朝絶対聴く曲は、イテウォンクラスのテーマ曲を聴いて朝向かってるっていう状況ですね。そうなんですね、はい、あれはとってもかっこよかったです。まあ煽ってるってのはちょっとね今盛りましたけど、いえいえ、ただ、はい、就職活動の話をちょっと戻すと、結局は自己分析っていうことを皆さんすごく学生の方もそうですけど、社会出てからも自己分析ってめちゃくちゃ大事じゃないですか、はい、自分のことをちゃんと理解しながらどう進んでいくかっていうとこと、うん、あと表現できるかって。でもこれなんか美化された自己分析が多すぎるんじゃないかなと思ってて、本当の自己分析できてるのっていうのはもう毎回僕学生と話してて思うことなんですけど、はい、結局まさにさっき言ってた、こういうふうに言ったら正解、こういうふうに言ったら大多数がうんと言ってくれるだろう、うん、みたいなことにみんな寄せてっちゃうんですよね、はい、じゃあその今の自己紹介、自分が言ってるエピソードってあなたにしか言えないことなんですか、うん、それって他の人も全然言えちゃうよね、うんうん、じゃあ君にしか言えない、君にしか生きていけない人生なのに、その自分にしか語れないエピソードはないって、こんな悲しいことないし、うん、じゃあ自分のこう生い立ちを全部、これ必ずやれって言うんですけど、0歳からまあじゃあ新卒だったら20歳21歳まで、はい、生い立ちを全部考えて、うん、ターニングポイントがどこにあったかっていうのを死ぬほど探せと、はい、でこれを探していくと自分がなぜこの選択をしたのかっていうのを全部ピックアップできるんですよね、うん、そうなった時に、あ、ここでこういうふうにやったから僕はアメフトをやったんだな、ここでこういうふうにやったからテレビ局に入りたいと思ったんだな、ここで友達とこうやって喧嘩したから今あいつの仲がいいんだなとかって、うん、まあ、いくらでもあると思うんですよ。確かに。それをやることによって、はい、じゃあ自分ってどういう人間なんだろうっていうのが改めて分かるんですよ、うん、この大学のなんかよくある3、4年間のことだけをフォーカスして語るべきでは全然ないんですよ。しかもなんかわけわかんない法学部だからちょっとそれっぽいことを言うとかね、こういうサークルにいたからそれっぽいことを言うとかね、そうです、うん、そんなこと聞きたいわけじゃないんですよね、うん、でこの中で大事なのが、それをやっておくことで面接でいざ質問された突然の何かって時に引き出しがもうたくさんできてるんですよ、うん、っていうことはそこでいろんな話が自分でできるようになる。作ってないですからね。そうなんですよ、今までの自分の話してるだけだからね、はい、で一回引き出してもらえると出てくるわけないんですよ本番で。確かにね、そんなエピソードトーク、うん、うん、でなんかやったら学生って自信持っちゃって、はい、本番はいけるとか思うんですけど、練習以上のね本番は絶対ないんで、うん、これは一回出しとくのが大事ですね。じゃあもう今そのこれを見てる人たちもそれやった方がいい、てか大人もやった方がいいね。僕ね実はね、はい、ちょっともう過ぎてて申し訳ないんですけど、はい、弁護士ですよ、うんうん、で弁護士になる人とかって東大とか早慶とかを出て、うんうんうん、で法学部に行ったからやっぱり弁護士になるとか、うんうん、なんとなく文系最強資格だから、うんうん、自分は東大に行ったから受けるんだとかね、はい、もうその財務省か司法試験かみたいなぐらいの感じで受けてる人たちがいるんだけど、そこまでって結構一点の曇りもなくやってるんですよ。やってますね、自分が完全それになるものだと思ってやってるし、じゃあ東大の法学部で23歳で司法試験に受かれば、うん、いわゆる僕らの4大事務所と言われてる、はい、ここに入ると今5大なんて言われてます、うん、ここに入るとステータスが超高い、はいはいはい、全員を見下せる事務所がね、うん、5個ぐらいあって見下してない方もいらっしゃると思いますけど訂正入れますけど、僕はあの下の方ですから、僕はもう最下層ですからでそのね、例えば5大に行きましたとか言ってそこから転職する時とかに、はい、ものすごい迷う人が多いんですよ。へー、そこまで何にも考えずそこまで来てたと、はいはい、弁護士になるんだ、まあ、東大に入るんだ、弁護士になるんだ、うん、いい事務所に行くんだ、うん、まず自明のものだと思って来てたから、うん、自分がどういう人間で、うん、本当には何をしたくて、うん、どういうものに向いてるかとかっていうことに、うん、でしかもほら仕事忙しいから、はい、与えられたものを とにかく寝ずにやってると、うん、振り返る時間もないですよ、はい、そんなね、急にそれでじゃあ精神がちょっと疲れちゃって、うん、支障をきたしたり、うん、自分が体があれだからじゃあちょっと事務所を変えるかとかっていう時に、うん、全くその自分がどういう人間でどういうものに向いてるかっていうのは分かんなくなっちゃって、うんうん、次どうしたらいいかっていうのが、うん、だから僕も実はだから独立した時に初めて考えたんですよ、
あ、初めて自分ってそんなこと考えたなと思って、今まで当たり前のように法学部に行って、うん、弁護士になるためにロースクール行って、うん、絶対就職活動してどっか法律事務所入るもんだと思ってたから、うん、その後に自分がいざ本当にじゃあ次どういう事務所に行こうとか、うん、どういう生き方をしようっていう時に、あ、何にも考えてなかった。自分のこう道筋がもうこれだって決まってると、うん、そこに疑問を持たないから、はい、いざそうじゃなくなった瞬間に、うん、あれってなる。だからそういう大企業に行ってる人とか、うん、官僚の人とかも多分そこに陥っちゃってると思う、うん、もうだってそういうあのレースがあって、うん、もうそれにパンってもう合法は随分前になってるわけで、うん、もう走り続けてるんで止まることはできないわけですよ、うん、そうですよね。だって止まることもできないし、後ろ振り返るのは怖いからどうしようってやっぱ思考停止して、うん、そのレースをやっぱ走り続けるってことになっちゃうし、うん、それはだからすごく今迷ってる人も、うん、その道屋さんが言ったあの自分の、うん、自分史、うん、みたいなものを振り返るっていうのは重要かもしれないですね、うんうん、そうですね、うん、それやらないと多分すごいなんかありきたりな自己分析になっちゃうし、うん、いろんな本当に自分何したいんだろうみたいなことって、はい、意外となんかそこが点と点になってまたつながっていくことも見つけられる可能性がありますよね。はい、うん、思いますね、うん、いやもうね9時過ぎちゃったんでそろそろ締め、いや早いですね。もうちょっとねいろんな話しようと思ってたんですけどね、いろんな話あるってね一応は伺ってたんですけどね、ほぼほぼ喋れてないですねうんうん、なんかねあのでも職場のおばきゅうさん、でも職場のみんなが道屋さんだったらちょっと大変かも。あ、大変だと思います本当に、うん、どう大変ですか。髪型これじゃなきゃダメなのかなみたいなそこね、そこじゃねえかっつって、暑苦しいっしょ。でも、うん、やっぱり暑苦しいと思いますよ。ですよね、うん、俺も絶対俺みたいなやつ職場にいてほしくないもん上にいたら大変だろうなって思いますよでもね、そんなことないんですよ。僕は今の事務所でもあの結構甘々だと思います、うん、あら自分があのいた事務所でこれだけは嫌だなみたいなことは、うん、絶対しないようにしようと思って立ち上げたんで、うんうん、まあ、それはあの、うん、もうちょっと行った方がいいかなとかっていう時もたくさんありますけどね、うんうん、はい、今日もたくさんコメントをいただいております。後でまたね確認。あれ、アメフトポジション何ですか。ラインバッカーです。お、ディフェンスですね。かっこいい、はい、はい。最後、今日のね、答えを出す問いは最後のスライドいけますかね。今の自分の居場所に不満がある人へ、うん、これに答えをあの2人で出そうと、はい。もうちょっとね、ここに行くまでもうちょっといろんな話しようと思ってたんだけど、いきなり唐突にこれに答えを出す感じになった、はい、なかなかね、あの今日はあの暴走しましたねですね、はい、まあ初回なんでね、うん、うん、ゆきさん、いつか道屋さんと働きたいです。また働いた時に、あ、後悔しないでほしいですけどね。ゆうゆさん、ハードジェルを世界一消費する点でブルーオーシャン恐れ入ります、本当にもう最近は業務用を使っておりますね、はい。僕あの今日だから道屋さんがくれたやつずっと使ってます。 ありがとうございます、はい、もうあのいただいた3本がもうないっす、はい、あ、なんと日本の消費に貢献されてますね、はい、しっかりね、ブルーオーシャンです。はい、はい、ありがとうございます。ということで答え、はい、じゃ僕から言っていいですか。お願いします。じゃあその今の自分の居場所に不満がある人へ、はい、今日の答え、僕の答えはあのこれです。まあすごい単純なんですけど、まあ、ユートピアは存在しないと。大丈夫ですね。大丈夫ね。まあ、理想郷なんていうものはないので、うん、でよく諦めるって書いたんですけど、うん、ポイントですね、よく諦める、はい、で一つはそのすごくあの額面通りで、うん、その結構やっぱり普通に働いてる人とか友達とか、はい、いてもね、今の職場とかいろんなやってることとか、今自分も含めてそうですけど、はい、集中できない感じはちょっとあるけど、まあ、話し続けますけどね。集中してください、本当に。はい、やっぱ不満があったりとか、うん、なんかがそのここはおかしいとかね、はい、その職場とか、うん、まあ、自分の今いるところに持ってると思うんですけど、うん、結局そのだからって何かその職場を変えたとしても、うん、そこにすごくいろんな不満がありながら、うん、周りが悪いんだみたいなところでやってると次に行っても絶対失敗すると思うんですよ。あ、うん、でそこでもう一つ
裏返して言いたいのは、さっきの道屋さんの話じゃないけど、一体じゃあ自分は何を大切にして生きてるのかっていうのを考えた方がいいと思うんですよね。働いてる中で全部全取りはできないんで、どこをまあ諦めてどこを大切にしていくかみたいなことを、その自分が嫌だなとか不満だなとかと思った時に選別するっていう意味で、結構人間って特に日本人そうかもしれないけど頑張っちゃってるんですよね。で頑張っちゃってる分、うん、頑張んなくていいところを頑張ってる部分が不満になったりしてると思うんですよ、うんうん、なんでこんなこと頑張ってんのみたいな、うん、でそこは一回諦めてみると、実は僕もね、この T シャツ着てたやつもそうなんですよ、はい、なんかもう自分にストレスがかかることで、うん、クソどうでもいいことはもうさっさとやめようと思ったんですよ。でなんとなくスーツ着てネクタイしてるのって裁判所に行くと、はい、さっきのねリクルートスーツじゃないけど、はい、その時点で1個安心するわけですよ。みんなと一緒だから。ああ、そうですね、うん。だけど、それ窮屈だなとか、暑いなとか、うん、そんな超単純なことをまずやめようと思ったんですよ。うん、だってそれで別に見られてるわけじゃないし、うん、結果で示せば、勝負すればいいだけの話だから、はい、そんなことはもうまずやめようと思ったし、うん、働くいろんなジャンルもそうです。うん、もうちょっと昔はその永田町のね、政治の界隈とかにもっと突っ込んでましたけど、うんうん、ここにいることで自分を大切にできないんだったらもうやめようと思ったんですね、うん、そういうことも、うん。で、それにすごく影響があったのは、これ話長い、やっぱり。いいですか、話してる今は。いいですか、はい、サイモン・ラトルっていうね、僕の好きな指揮者がいるんですよ、はい、イギリス人の、今もドイツ人になっちゃったんだけど、すごいですね、それは。その人はベルリン・フィルっていう世界最強オーケストラの音楽監督だったんですよ、はい、で間違いなくその今この 2,3 年前彼が弾いてたベルリン・フィルっていうのはもう世界ダントツの音楽をやってたわけ、うん、でも急にやめたんですよ、音楽監督を16年やってたのに、うん、でそのドキュメンタリーみたいので、うん、ラトルが何て言ったかっていうと、僕は今ここにいると自分の音楽と自分を守れなくなるからやめるって言ってたんですよ。あ、そんなことがあるんだと思って、うん、でそのドキュメンタリーで映ってるのはやっぱその楽団員との死闘ですよね、うん、100人いる超スーパープレイヤーたちとリハーサルで一個一個のその対話して、ある種論破して納得させて、納得してないやつも含めてその日の、ステージに乗って全員でそういう音楽やっていくってことに疲弊しちゃったんですね。だから自分はもうそれをやめて、うん、その自分を大切にするためにその違うオーケストラに行くっていうふうに言ってて、それを見た時に僕もあ、これだと、自分を大切にできないような仕事とか、うん、職場とか、うん、やめしまえと、うん、逆に言うと、まあ、ユートピアでもそれはないので、うん、じゃあこうすればそこは理想郷ですっていうところに行けることはないので、うん、自分の中で何を大切にしてるかの裏返しでいろんなものを諦め、よく諦めて進んでいこうというふうに思ってやっております。ここポイントですね。そこポイントです、うん、ありがとうございます。よく諦める、はい、それめくると次の道屋さんのあれになってるんで、はい、いやもう倉本さん長かったんで簡潔にいきたいと思います言うなよ僕の、今の自分の居場所に不満がある人、じゃん、かわいい字はい、丸字です。んしかも毛がでかいし、そうなんですよね、バランスが悪いなと思いますけど、うん、本当にシャランキューというわけではないんですけどもはい、ということで大勢ということでね、はいはい、でこれまさに不満がある方っていうのを、まあ不満っていろんな理由があるんで、一概に全部そうだと言えないですけれども、ね、はい、ただ僕もそうで、なんかそのまさにさっきおっしゃってたんです、その環境に対して本当に自分は全部やったのかと、うん、例えばですけど、まあ、どうせ上司がって決めてるから、うん、下が何言ったって変わんないじゃん上はとか、うんうん、じゃあ上の人たちも下はゆとり世代だからとか、うん、なんか Z 世代だから話を聞かないからとか、あんなやつらに任せたってしょうがないとか、まあうん、とにかくなんかこう固定概念だったり、なんかこう全くこうトライをせずしていろんなことを決めつけちゃってる部分ってめちゃくちゃあるなって思うし、うん、まさにそのなんか不満というものが、なんとなく自分の中で言い訳をしてちゃんと解決しよう、努力しようっていうのはあるかもしれないですけど、本当にそれを、真っ向からトライして全部やった上で、はい、あ、ダメだったんだなっていうことをちゃんと、自分自身が言えることができるか、うん、それをせずしてなんとなくこう、概念だけで、言い訳をして諦めてる人多いんじゃないかなって思うと、うんうん、その不満は、しっかりとやった後の不満ですか、やる前の不満ですかというところは、うん、大事にしなきゃいけないんじゃないかな。あ、以上です。 やっぱ強い個人だね。
違うんですよで今聞いてて思ったんですけど、最後全然関係ないこと聞いていいですか。頼みますよ、ちょっとは関係あることにしてくださいね。でも全然関係ないことですね。 Z 世代っていう世代今、Z 世代っていつも思うんだけど、 Z まで行っちゃってるから、うん、次の世代って何世代って言えばいいんですか。 A1 とか。ああ、結構普通でしたね。でも先生、僕の中で Z 世代って言うと逆にかっけえなって思っちゃうんですよね。ああ。それやっぱドラゴンボール Z がすごい僕の中で出てきちゃってはい、はい、最後それでちょっと面白い感じで締めてもらおうかなと思って振ってみたんですけど。あ、本当ですか、はい、あのなんて言うんでしょうね、本当にやっぱこう真面目さが出てしまったというかね、後悔してますよ。そうですね、もうね、この言い訳、シャランキュー歌って帰ろう今日はね、畑って言っても本当にもつんくさんはすごい言ってますね、本当にすいません、失礼しました。大丈夫ですか。はい、もう大満足です。ありがとうございます。これあのあれですね、次回にすごく生かされることのできる1時間になりました。本当ですか。うん、よかった。これもう最初ですから、ちょっと探り探りでね。そうなんですよ、どうなるのかと思って。でも、まあ、ただただやっぱりこう序盤が長かったです、今日は。確かに、うん、説明がすごい長かったんで、うん、今日はこれこれこれでいきましょう、さあっていう感じでね、もう行きましょう、パンパンと行きたいですよ、うん、本当に。ちょっとね、あとやっぱちょっとなんですか。なんすか、なんすか。いやいや、今ちょっと本当にマルクスの話を少ししようとしたところだったんで僕の大好きな、うん、だからそれはもう一回やめて、ちょっと逆にマルクスとケインズはどっこいどっこいって書かれてたよ、笑いって。いやだからね、これ別に笑う話じゃないですからね、やっぱケインズ、ね、だってあいついいやつ、結構いいやつですよねみたいなこと地元がね一緒あ、でも面白かったですって、はい、言ってくださって、未来志向さん、もうすいません、はい、本当ありがとうございます。 Y 石広さん、本当に素人ですか、わら。ど素人ですということでどうつけさせていただきますね。はい、ありがとうございます、じゃあね、次回も、うん、なんかちょっと隔月か月一ぐらいで緩い感じでやっていきましょう。隔月月一ですね、はい、はい、どちらでも対応しますね。ありがとうございます。どちらもやってますか。はい、はい、ありがとうございます。で今日は倉持さんも私も衣装はクラウディで、はい、あ、そうだ、あの表参道ヒールズのだけ出してもらいましょう。あ、そうだ、それだけ説明しないと。そうなんですよ、はい、すいません。ちょうどね、あの明日から、うん、あの表参道ヒールズ、うん、もうまさにあの大通り沿いですねのギャラリー講和というところがあって、はい、そこであのポップアップを6日間か、うん、開催させていただきますということで、はい、もうこれ真ん中は土屋さん結構変わってますねうん、真ん中はね僕ではないですね、はい、めちゃくちゃこのねダンディーなメンズはね、もう雰囲気をめちゃくちゃ作ってくれてね、撮影でも大活躍。あ、それでも立ち会われるんですか。あ、もう今回初めて僕ディレクションをさせてもらったんですよ、撮影の。はい、そうなんだ。そうなんです。で右の女性の方ももともとパリコレであの活躍をされてたマダムの方だったり、へえ、はい、であの上の男性の方は実はあのこの間のサーフィンの、東京オリンピックの日本代表のヘッドコーチしてた大野正俊さんということで、うん、はい、ちょっとまあ何て言うんでしょうね、うん、一見ファミリーに、見える、だけど本当にファミリーを意識して、だけどいろんな形があっていいよねみたいな、うん、そういうことをちょっとあの表現したかった一枚の写真になりましたけど、はい、はい、ということで5月26から31、はい、おもちサンドヒルズにぜひお越しいただければ、はい、同屋さんもいたりする。僕はですね、なるべく毎日おりますので、よし、間違いなく入りはしっかりと揺るぎなく揺るぎなく蜘蛛巣を見ましたと言うと、蜘蛛巣を見ましたと言うと、この生え際に、2回触ることができるということで悲鳴が湧いておりますね、はい、よかった、面白かったとか楽しかったですって言ってくださってるふるさと町研究所さんとか、はい、はい、あの 生麦生米生卵さんとか面白すぎますとか、はい、はい、レイさんめちゃくちゃ楽しい時間でした。ずじですね、いやいや、はい、じゃあね、おもちサンドで堂屋さんの生え際にタッチ、はい、ぜひあの遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います、はい、また次回ね、どんなテーマでやるか交互期待と、はい、いうことで今日は試作的にやってみましたが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、また1ヶ月後か2ヶ月後、おやすみなさーい。